レベル3はここか。もうさ、見た目が難しそうじゃないか。なんだこいつ、マグマの超でかい顔みたいですね。あっぷね、待って、なんだお前は。皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトのマーケットプレイスパート30やっていきましょう。今回はエピックケイブスの3回目ですね。頑張っていきましょう。前回のレベル2が難しすぎて、レベル3クリアできるかかなり怪しいんですよね。しっかり準備を整えて向かっていきましょう。と言っても前回ダイヤモンドかなり手に入っておりますので、これをうまく使って防具を整えていきたいと思います。胸当ては確実に必要ですよね。あと必要なのは、まあレギンス以外か、全部作ってしまいましょう。じゃあ兜とブーツ。うわ、ダイヤモンド超合成に使ったな。もうなくなっちゃったんですけど、まあまあまあ、これもしょうがないですね。そしたらちょっといらないものは預けていきたいと思います。って牛肉あるんかい。牛肉あるんだったら先言ってよ。だったら MK さん、ひもじくさ、キノコシチューとか食べる必要なかったんですけど、まあいいや。とりあえず牛肉が手に入りました。ツルハシはいりませんね。お椀もまあいらないとしましょう。一応キノコシチューと、ベッドを2つ持っていきたいと思います。入り口に1つとボス戦の手前に1つ設置していきます。よーし、じゃあ早速向かっていきましょう。レベル3ですね。レベル3はここか。もうさ、見た目が難しそうじゃないか。ドラゴンの頭みたいに入り口がなってるんですけども、こんにちは。誰かいませんか？レベル2はとんでもない雑魚敵の量でしたので、今回もちょっと覚悟した方がいいかと思いますけど、そんなにいないな。なんか前回はさ、これくらいの地点でも、ほんととんでもない量の雑魚敵がいたんですけど、あれ？なんかそうでもないぞ。いけるぞ。あれ？レベル3余裕なのでは？よーし、頑張って倒していきましょう。待って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 。クーモーさん。クーモーさん、普通の敵やめて。特別なモブに倒されるならまだしも、普通のゾンビとかに倒されるのはちょっと今じゃないですよ。なんだこいつ。あ、ばばばばばばば、オッケー。その後あなたたちもいたんですね。こんにちは。とりあえず倒してしまいます。こいつら倒してもさ、なんか固形石しか落とさないから、あんまり倒す必要ないかも。っていうか本来はなんか敵じゃないのかもしんない。まあいいや。動くものはみんな敵ということで頑張って。あ、待って、クリーパーいすぎ。クリーパーいすぎじゃない、普通に爆破しろ。オッケー。なんとか巻き込みました。待って、ダイヤ装備がマジ強い。ダイヤ装備のおかげでほとんどダメージ食らってませんよ。そしたらリンゴもちゃちゃっと回収して、なに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 、あなたか、あなたか、さっきからなんかいたずらしてんのは。よくわかんない攻撃をしてきておりますが、ここは？うわ、なんかまた火の犬がいるし、オッケー。火の犬倒しました。そしたらまだまだ先に行けそうですね。これはなんだ？壁画みたいになってるんでしょうか？こんにちは。あー、またいた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 、オッケー。え？なんか絵が描いてある。人？人と炎、一体な、今絵見てるでしょうか。何あなた、初めて見た。人と炎ですよね。あとはこっち側、うわ、なんだ。めっちゃ壁画が描いてある、怖。そういう時代背景みたいなの、あー、ばばばば、やばいやばい。あー、クリーパーだと思った、今。一瞬一体な、クリーパーいたよね、そうだよね。なんか今、クリーパー一瞬見えたもん。よし、じゃあこいつも倒して、これは海？海と山と太陽でしょうか。なんかそんな気が。またあんたたちかい。そのキラキラやるやつやめて。うーわ、ここ何？怖い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 。なんか文化が形成されていますよ。これは木なんでしょうか。木の絵がテラコッタで描かれています。そっち側には海、こっち側には太陽が描かれていますね。なんか洞窟の中なのに自然が描かれているという、ちょっとよくわからない状況なんですが、こいつとりあえず倒してしまいましょう。いけ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 、オッケー。はい、ダイヤモンドゲット。ダイヤモンドでなんとかレギンスを作りたいんですけど、まあ今回じゃさすがに無理か。次回のラスボスまでにはなんとかしたいですね。はい、じゃあ牛肉また一つゲットして、あとはキノコはいらない。あー、でもキノコ持っとく。いや、いらないか。あとパン、あー、オッケー、パンありがとう。で、はい、鉄の延べ棒、盾いるかな。まあ一応持っとくか。盾いらない気がするけどな。オッケー、牛肉ありがとう。こんなもんか。よし、盾今回のボスに使うんでしょうか。よし、じゃあこの辺も奥に進んでいきましょう。もうなんもないか。
なんもないね。じゃあ下に降ります。ゆっくり降りてくださいな。無理だよねそんなのは。待て、進む方向がわからん。進む方向がわからん。下か？違うな。あなた、進む場所を知ってますか？知らないよね。毒キノコは危ないって聞いたよ。え？あー、こっち側か。オッケー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 。はい、ここ進めるようになってました。スケルトンもゾンビもやめて。特別なモブが出てくるならまだしもさ、あなたたちにやられるのは勘弁です。なにここ？え？なにここ？めっちゃ痛いなぁ。やめてよそういうの。今何ここやってるでしょうか。うわ、マグマがめっちゃ流れてる。この先に多分何かあるんでしょうね。早速進んでいきましょう。こんにちは、ボス。ボスっぽいよね。へへ、ボスですか。え、いなくね。あれあれあれ、もしもし、ちょっとボスは、あなたたちが倒しちゃった先に。え、待って待って待って、ボスは、あれ、もしもし、ボスは、うっそ。ボスいないんだけど。絶対ここでしょボス。え、なんだなんだなんだ。あ、なんか落ちてる。これ何。はい、暗黒界スター。これボスが落とすやつじゃないの。ちょっと待って、え、ボス、これどうすればいいかな。再読み込みしてみる。ちょっと一旦戻って、もう一回読み込んで入り直してみるか。よーし、じゃあ入り直します。はい、オッケー。もう一回読み込んでみました。これでボスが復活してくれているとありがたいんですけど、いたぞ。え、なんだこいつ。マグマの超でかい顔みたいですね。あっぷね。待って、なんだお前は。今、いったなんだ。怖っ。ちょっと待って、落ち着け落ち着け落ち着け。ちょっとこのぐるっと回って攻撃して、一回もやられずに行きたい。できれば、できれば、一回もやられずに行きたい。痛い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 。無理だよね、そんなのは。もうゴリ押すしかないよね。こういう系の敵はね。いい経験ゴリ押せ。無理だよ。カン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 なんか鳴ってるしさ。よし、じゃあここにベッド設置しておりますのでな。味方じゃないの。うわ、うわー。怖っ。なんだお前。なんだお前。いけ、倒せ倒せ。目怖っ。何そのギンギラな目。目くるくる回ってますけども。マグマに落ちたくないよ MK さんは。待て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 。あとさ、あなたが落としたアイテムをマグマに落としたくないから、できればこの真ん中あたりでやられてくれませんか。 OK。 なんとかと。待て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 、魔術師も出てきた。なんでだよ、なんで魔術師もこのタイミングで出てくんだ。落ち着け落ち着け落ち着け。 OK。 倒した。なんなんだ今、ダブルで危なかった。よーし、なんとかボス倒しました。これはなんだ、骨ブロックじゃない、クォーツブロックだ。お、そしてやっぱりそうですね、暗黒界スターが2つになりました。なんか1回倒されちゃってたのかな、スケルトンとかに。いや、スケルトンに倒せるかあいつが。ちょっといまいちわかりませんけど、なんか再読み込みしたらまた復活したので良かったです。ということで、よーし、じゃあ戻りましょう。このマグマの道戻っていくの大変だぞ。そして待てよ、このもうクォーツブロック使っちゃおう。待って待って待って、やめて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 。オッケー。でクォーツブロック使って、この上登っていきたいと思います。本当はね、なんかレアな建築材料なんでしょうけども、 MK さんはそんなの関係ありませんので。ささっと帰ることだけを考えていきましょう。待てよ、帰るまでが遠足ですからね。帰るまでが遠足って言われたでしょ。落ち着け落ち着け。待って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 、今やられたらまた外からになっちゃいますよ。落ち着け、怖いよ。魔術師がまた出てくる可能性もありますので、あまり油断はできません。ぐるっと回って帰っていきましょう。大丈夫か。あれ、なんかレベル2の方が難かった説あるな。あ、魔術師の残骸がある。あ、魔術師いた。待って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 、逃げるもんね。MK さんは逃げるもんね。かまってる暇ないもんね。 OK。 レベル2の方絶対難かったよね。なんかボスもレベル2の方が強かったような気がするし、途中の雑魚敵もレベル2の方が強かったと思います。ということで、なんとかレベル3クリアして帰ってきました。 OK。よーし、じゃあ次回はレベル4ですね。ここには多分魔術師の親玉がいるかと思います。めちゃくちゃ難しい難易度になってると思いますので、しっかり準備をして進んでいきましょう。と言っても特にね、ないんだよ準備するものというか。だってダイヤモンドが手に入ってないから、レギンスも、あ、レギンス作り直しとくか。ちょっと次回のためにやっとくね。はい、レギンス作り直して、
と、いらないのを取って、よし。いや、ダイヤモンドのさ、防具系、ほんと耐久力めっちゃあるね。あ、これは必要。いらない、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 いらない。この辺もいらないね、もう。オッケー。暗黒界スターとかも、まあ、持っててもしょうがないと思うから、一旦ちょっと放置でいきましょう。よし、じゃあ、キノコシチューを携えて、よし、じゃあ、次回なんとかラスボス倒していきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。